中川祐希は、滋賀県加茂郡龍王町出身の元プロ野球選手、宇と右内。ち。中京高校では、1番、木所龍馬の後を打つ4番打者として、甲子園に2度出場。高校通算28本塁打。2003年のドラフト会議で中日ドラゴンズから1巡目、指名を受け入団。中京高校の同期は、木所のほか、坂木原龍がいる。2004年、 2005年シーズンは一軍出場はなく、2006年のシーズン最終戦で一軍初出場。2007年、春のキャンプで右肩を痛めて以降、リハビリを続けるも再発し、オフに右肩を手術。2008年8月、に軍戦復帰を果たした。2009年、落合博光監督の指示により、内野手から外野手に転向。同年6月、 3年ぶりに一軍に昇格し、6年目でプロ初安打を記録。7月11日の対広島戦にて7番、右翼手で初のスタメン出場。オフに背番号を森野正彦がつけていた31に変更。2010年6月5日の対ロッテ戦にて、吉見雄二からプロ初本塁打となる二ランを放つ。最終的に自己最高の13試合に出場し、 この本塁打を含む4本の安打を放った。2011年は怪我もあってか一軍出場がなく、ファームでも一試合出場に止まり10月23日に、球団から戦力外通告を受け、現役を引退。同球団の二軍マネージャーに転属となった。ファーム、日本選手権では、自身のユニフォームがベンチに掲げられていた。2014年からは一軍サブマネージャー。 今は二軍マネージャー入団時点で、胴体視力は、福留ー介以上、50メートルも5.8秒と、瞬速で、肩も強い。しかし怪我が多く、チャンスをつかむことができなかった。ありがとうございます。